漫画研究室今週は番外編ということでお送りしたいと思いますマコリーヌとそしてスタジオに来ていただきましたのはタンクラさんですはいお久しぶりですお沙汰してますタンクラでございます,ますアニソン特集の回ということで、はい、えこちらでは特別編番外編をお届けするんですけれども、はい、まず嬉しいニュースがありましてはい この春からですね。はい、ラジオ漫画研究室が、はい、なんと<え>沖縄の RBC アイラジオで放送されます。ま沖縄で、いやすごいですね。ねえ<ー>、なんか沖縄行きたいですよね。でもね、ま、ね行きたい。沖縄で番組やれたら <laughs> 沖縄収録やりたいですよね。ねいいですよね。ね<ー>でも新しいリスナーさんとの出会いがあるんじゃないかなと。ですね。 ワクワクしております,す、ねはい、まあそういうね春は変化が多い時期ですけれども、うんはい、まあ会社内でもですね移動があったりとかそうですねなんかこうバタバタこうしている時期でもありますよね、はい、私もはい移動ですので<ー>あのちょっと短い間でしたけども本当にいろいろお世話になりまして部署が移動してもまた遊びに来てください、はい、<laughs> 今から始まるんですけど呼ばれれば,呼ばれれば行きますけどもはい、はいええ、ぜひ呼んでくださいまたはい さて、えー、今回、ですねアニソン特集は鳥山明さんを特集して放送をお届けしているんですけれども「ドラゴンボール」「ドラゴンクエスト」もそうですけれども「あられちゃん」とかね「ねドクタースランプ」鳥取山さん素晴らしい才能の方だったなーって。 まあ3月ずっと特集をしていたので、ねはい、改めて感じましたけれどもタンクラささんんはは山明どうですかあの僕は「ですねドクタースランプ」はもう完全にアニメから入ってる世代でして、はい、まだ「ジャンプ」を読むにはちょっと早すぎたというか、うん、まだコロコロコミックスでドラえもん読んでるような年に「あのドクタースランプ」連載されてたので、はい、どっちかというとアニメから入ったパターンですね。うーん でちょうど「ドラゴンボール」が連載始まったのが僕が中学生ぐらいだったんで中学生、はい、だったのであ、ね、年がばれちゃいますけど、うん、もう高校の時はもう毎週ジャンプ買って読んでたので一番ジャンプがね行とかはいそんな時代もう黄金時代ですからとても今考えると危ないんですけど今ねスマホ見ながら歩いてたり自転車乗ってて危ないですよなんて絞りますよって注意されますけど。はい ししジャンプを読みながら自転車に乗ってましたからね、僕ね頭おかしいんじゃないかと思うが、ね、うか高校の帰りに買った自転車を読みながらこうやってハンドル操作して帰ってました、えー、それぐらい待ちきれずに誰が一番早く買いに行くかみたいなねねそんな時でしたからか翌日からもう、ね、あの話題に乗り遅れないように、うん、そういった意味では当時のメディアっていうのはね当然、インターネットもない時代ですから、はい、漫画かラジオかテレビか。 そうね、っていう時代ですから、はい。なので、もう少しでも早く。ラジオもちゃんと聞いたら、翌日話題に上るみたいな。うん、そういう。まあ、S. N. S. と、またちょっと違う感じの共有感っていうか。確かに。えっていうのがありましたよね、当時、ね。その時代のね。ものがありましたよね。もう本当に絵が綺麗だし。 うん、こう笑わせてくれるというかユーモア、ギャグあ<の>満載で後半はバトル漫画になりましたけどもドラゴンボールは最初は、ね、コミカルなところもありましたし、ねはい、でやっぱり鳥山明さんの素晴らしいところと、ね、やっぱり唯一無二というか、うん、あそれまで,でああいうタッチでああいう漫画を描く人って多分いなかったと思うんですよね。なのでやっぱり、ねなのでうん 鳥山さん以前と以後でまた日本の漫画界っていうのが大きく変わったんじゃないかなというふうに思いますし私、世界にこうね、うん、出ていった、はい、その鳥山さんをきっかけにです、ね、みたいなところもありますよね。はい 普通に海外の人たちドラゴンボールの悟空の T シャツとか私20年以上前にアメリカとか旅行した時も普通に着てましたからね子どたちはあ,あとあのオレンジのつなぎかわいいですよねどど道着みたいなですねあんなのも、ね、普通に着てますからいや次のドラゴンボールってこんな海外でも人気あるんだなーなんて大人てました。ねやっぱり鳥山明さんのは に影響を受けた人た人ちっていうのがやっぱりその後のまた漫画、うん、ワールドというか漫画の歴史をこう紡いでるような気がするんですよねやっぱりそれはあの小田栄一郎さんとかもやっぱり先生の小田さんのやっぱりどう見てもやっぱり鳥山明さんの影響を多分に受けて、ね、そうですよね,ねあの冒険っていうところもそうですしあと線の使い方とかあとあ カット構成とかもだいぶ、うん、多分鳥山明さんの「ドラゴンボール」だいぶ影響されてるんじゃないかなと、うん、確かに、うん、なんか扉絵とか見ててもそれは、はいそね、感じますよね躍動感というか、うん、まあなんていうかな生と銅の使い分けというかですねその辺りがまあ非常にまさに鳥山明を外する流れと言ってもいいんじゃないですかね大ささんんいうのは鳥山さんが うん、亡くなられた時に小田さんがコメントを出されていたんですけども、えーはい、それも本当に何かじんときたというかうあ慕っていらっしゃったんだなあというのが分かるようなねお話でしたよねやっぱ鳥山明さんという存在がやっぱり彼らを作ったと思って彼ら自身がやっぱり小さい時から読んでるっていうのが。 自分たたちを作ってきた、まあ、僕らでいうところも手塚治虫先生とか<ー>やっぱり藤子不二雄先生みたいなところの存在だと思うんですよねちょっと世代がだから僕らよりちょっと後だと思うんですけどもでもまだねお若いのにっていう,うんなんかねあのぜひもし聞いてる漫画家さんがいらっしゃったらぜひ言いたいのはあのくれぐれもあの連載を一回飛ばしてもいいから体に気をつけてほしい確かに。はい あの私もね過去、好きだった漫画の作者の方が亡くなって「まあ、ベルセルク」なんかまさにそうですけど三浦健太郎先生もね、はい、本当若くして亡くなられたりしてやっぱりファンもねもう残念だし辛いですよね、はい、読んでた物語が途中で終わってしまうというのはこんな辛いことはないのでもうあのぜひあの、ファン一話落としたらファンのためにならないなんていう,ふうに思うかもしれませんけどいや違うんですよと、はい、まずは体を大事に。 もう一週休んでもいいから旅行に出かけたりストレッチしたり体作りしたり人間どっか入ったりしていただいてぜひ体のメンテナンスをしっかりしていただきたいなと思いますねやっぱりか若い頃にねかなり無理されたところもあるのかかなとか、うんうん、あの93歳まで生きたまさに漫画界のレジェンドの一人でもある水木しげる先生が、はいまあ、93歳まで生きられたぐらいもう長生きで戦争も経験していらっしゃるのに。はい ただ水木先生が言った一言で有名なのがなんで最近の漫画家の方はこう体を楽したり短命なんでしょうっていう質問に水木先生が一言おっしゃってるのが、うん、若い時に寝てないからだよと<ぁ>水木先生はちゃんと言う睡眠時間は寝てた <laughs> だから自分はこれだけ長生きできているということをおっしゃったらしいんですね、うん、だから水木先生の言葉は重たいなと思っている、うん、というわけで、えー、と寝てくださいって言いたいで,、ね、ですね、えー えー、そしてなんか不法がねちょっと続いて鳥山先生、そしてタラコさん、うんそれから先日猪俣睦巳さんのニュースがありましたけど、えー、や猪俣睦巳さん亡くなったのも結構ショックというかはいあの、まあ、すぐに思い浮かんだのは「ゲーム戦記レダー」っていうアニメがすぐ思いついたんですけど、はい、これも猪俣睦巳先生の、まあ、キャラクターデザインというかはいで当時僕、僕映画館に見に行ったんですねレダーを。 同時上映が「ヴァンパイアハンター D」っていうですねこれ菊池秀幸さん原作の冒険、まあ、今でいうところのラノベのジャンルですよね<ー>ライトノベルのジャンルで,で、はい、1985年ぐらいですねですああのちょうどヴァンパイアハンター D はあの夢枕漠さんとかが「ひま、はいら編」とか書いてたんですけど「うん、朝日ソノラマ文庫」っていう,もう今のライトノベルのもう走りというか、はい、もう有名なジャンルあのブランドがあるんですけども、うん、まあそれと えっと、な並び称される、まあ、ライトノベルというか当時のジャンルというのがあの本というのが「あの角川ノベルズ」っていうのがありましたね。ノベルズそでそこに猪俣睦美先生がその挿絵を描かれてたのが「宇都宮湖」っていう宇都のはい、はい、ありましてもうこれも大ヒットしたんですけど、うん、だから当時やっぱりアセ日ソノラマ文庫とか「角川ノベルズ」っていうのがすごいその僕らの、まあ、言うなれば「ラノベ」であって。うん でまあ『ガンダム』でおなじみの富野義行さんも「k a d o k a n o に「ディーンの翼」とか、うん、それから「オーラバトラー戦記」とか書かれてて、はい、まあそれも読んでたんですけども猪俣睦巳さんとそこでまた富野義行っていうのはブレンパワードでちょっと結びつくなあ繋がるんですね猪俣睦巳さんがブレンパワードのキャラクターデザインとか、うん、でさらに言うと「ヴァンパイハンター D」っていうのはこの。 天野義高って、まあ、もちろん今でもおさんイラストを描かれてて、はい、でこれも,今でさ,も今でさっき言った今枕幕の「キマイラも天野義孝さんが挿絵を描かれてたんですけど、うん、実はこれ当時のまあ言うなればゲーム文化が花開く前のところで<ー>天野義孝さんといえばもう一つ有名なやっぱり「ファイナルファンタジー」の挿絵というか、ね、まあキャラクターデザインとかイメージデザインを作ら天野義孝さん。はいうん で、えー、先ほどの話が出た鳥山明先生は「ドラゴンクエスト」ということでそうこうゲームにつながってきますよねまこの年代の頃の有名なイラストレーターや漫画家が次のゲーム文化を作ってたっていうのもあってあう新しいこう、はい、文化ですよねここからゲームが、はい、それ猪俣先生もそうですよね,そうですね、はい、だからもうそういうまあ<ん>、まあ、もちろん漫画アニメ文化ももちろんあったんですけど、うん、ゲームというジャンルが花開くちょうどドラッグあの ファミコンが出る1年2年前ぐらいの話なので、うん、ファミコン文化ファミコンを中心としたゲーム文化家庭用ゲーム文化が花開く前のちょうどまあ黎明期と言いますかそうですよ、ね、というところで活躍されてた方がまさにその後の確かに,あの今,に今にもつながるそのそ<う>ゲームの流れを作られたっていうのはねまあその時代ゲームからいろんなメディアミックスがスタートしていきますよね、はい だからそういった意味じゃ本当鳥山明さんもそうだし山根隆さんもそうですし猪俣、うん、睦美さんもそうですけども、うん、本当まさに今にちゃんと連綿とつながっているもう漫画、アニメ、ゲームという,この、まあ、もうサブカルの,この王道さん本柱にもちゃんと根っこにいらっしゃるっていうそういう方たちがいたからこう<う>今の、ねはい、日本のアニメ、ねね、こういうカルチャーがあると。 いうことなんです、ね、だから一過性の流行りのものではなくちゃんと芯のしっかりしたものがあったからこそ今でも感動するし、うん、素晴らしいと思うしっていうのが猪俣睦巳さんあのもう絵が本当に綺麗で、うん、あ,あれ女子好きなんじゃないですかい<や>今のね。いやもう本当にこう、うん、合集とか、えー、本当に時間忘れて見たくなるぐらい素敵ですよ。はい ちょっと綺麗すぎて、あの男子高校生にちょっと目の毒ぐらいな感じだったですもんね。そうなんですね。はい、そうか、なんかもう、本当綺麗な。キャラクターを描かれるっていうイメージですよね、やっぱりね。ねうん、これが、こう、でも今の時代にもしっかりと生きてますよね。もう。うん。 まさに今のイラストレーターとか漫画家はもう本当鳥山明さんとか天野保隆さんとか猪俣睦美さんのまあもうを外するまあ流れの中にあるというふうに言っても過言じゃないと思いますけどね,ね、はい、最近は何かお気に入りとかあるんですか最近最近,最近ねあんまり漫画読んでなくていかんなかったのでアニメもね 今ダンジョン飯らし見てダダンンンンジジョョ飯飯出来が良すぎてなかなか家族でずっと見てるんですけども面白いですよねよくできてるなと思ってでも「早々のフリーレン」とかちょうどね終わりでしたけど本当よかったですよね私の漫画全然読まない友達も「早々のフリーレン」見て原作読み始めた人もいるぐらいなので。 たまに背景がおかしあの,あのでもまあフリーレンはあの、うん、独特の味を味がいがあるので何て言うかな,なんかこう魔王を倒した後の勇者のそのエルフの人生というか、うん、まあ私も漫画全部読んでますしアニメもまあ見ましたけど。 やっぱり原作のリスペクトがある作品じゃな,、はい、ないって言ったら失礼ですけど、うん、ないことはないんでしょうけどちゃんと原作を読んだのこの人っていうようなアニメがたまーにありますんであ<ー>その辺りは今はちゃんとその辺フリレ出もそうですしダンジョンもそうですしやっぱりちゃんと原作を読み込んで、うん、脚本家も監督もあるいはその他のスタッフの皆さんももチームでねチームでちゃんと,、えっと原作を盛り立ててる。 っていうちゃんとその雰囲気とかマトか、うん、その後でちゃんと理解した上でやってらっしゃるなっていうのがわかるので、やっぱそういうアニメは絶対失敗しないですよね。またね春も楽しみですよね。そうですね。はい,はい。はい。いやもうだから最近ね本当漫画なんかい,いいのあるのかなあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど僕あの最近ゲームばっかりしててよくないなと思って<え> <laughs> ゲームゲームは何してるんですか。すね、これもよくないんですけどあの最近あのプレイステーションプラスっていういわゆるーゲームのサブスク。 ゲームサブスクがあるんですよプレイステーションプラスって3段階あって、えーはい、エッセンシャルエクストラプレミアムってあって、うん、まあ僕はケチなんであの真ん中のエクストラにしか入ってないんですけど、はい、それでもね数百本200本か300本ぐらいのゲームやり,、ね、ムやり放題なんですよ。うもうやる日 それをやってると思う、アニメとか見てる暇がなくて。なるほど。私もね、<laughs> もう時間があれば、ゲームまで行きたいんですけど、なかなかそこまで行けなくて。いや、もうね、サブスク入っちゃったらね、月千円ちょっとぐらいで、もういろんなゲーム楽しめ。遊び放題。そうですね。もうずっと遊んでます、だから、名作と呼ばれるやつを、もう片っ端からやってるような感じですよね。特に、えー、特にやってるのは。特にやってるのは、あ、ファイナルファンタジー、セリメイクをやり直しましたね、<ー>最近。<laughs> あの2月にリバースっていうのが発売、3月だったかなの下旬だ、リバースていうのが発売されまして、はい、でリバースが発売されるんだったらちょっとリメイクもう一っやり直そうかと思って、うん、プレイステーション5版のですねあ<ー>リメイクでちょっと遊んで最後までもう一っちょうどいい感じで忘れてるからまた遊べたりして<あ>、はい、思い出しです、ね、そうですね。<laughs> 私もスプラトゥーンとかも相当誘われたんですけど、<laughs> もうこれ時間がないと思ってできませんでした。スプラトゥーンはねやっぱ相手がいる話なんで、はい、まあもちろん一人で参加できるゲームなんですけど、うん、ただねスプラトゥーンはね面白いんですけど、だんだん意地が悪くなってくる。そで,ですか <laughs>。いかに相手の裏を書いてのあ,あのペンキをぶっかけるかっていうゲームなので。うん あの非常に最後ね意地悪いし意地悪されてちょっとも落ち込むんですよ苦手なんですよだからあれ <laughs> そうか、はい、なのでまあこうねこういう文化って面白いですよね,ねゲームを含めこうやってゲームもアニメも文化も全部こつながってるんだなって本当思いますよねあの、はい、えー、またぜひ遊びに来てくださいなあすいません,なんかゲームの話って最後おちゃってましたけど<や>、はい、今日のゲストはタンク倉さんでした,、はい、でしたどうもありがとうございました というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました番組ではメッセージやリクエスト取り上げてほしいテーマを募集しています漫画アットマーク rkk.jp までお寄せください番組のツイッターもありますアカウントは漫画 rkk ですハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいねそれではまた次回をお楽しみに